はい、タンタンです。パッカスのシリーズ続いてですね、こちら、ジャズマスターモデルですね。BJM60 かな、だったと思います。こちら、本当に60年代の、ドットポジなんで、ちょっと前半ぐらいのジャズマスターを意識してこう作ったモデルになってますね。ちょっとさっきの他のね、ストラトモデルだったりテレキャスターモデルなんかでもやっぱりの独特の、ね、ピックアップの音色ありますよね。ちょっとパワーあるんだけど、ピックアップ自体のパワーはあるけれどもテンション感が非常に弱いので、そのあたりのバランスが独特の、ジャズマスターとかね、ヘンデルのジャガーとかもそうなんですけども、ものすごくここの角度がないので、正直ちょっと弦落ちはしやすいはしやすいんですけども、今ちょっとピッキングした感じではね、その辺はうまくバランス取れてるのかなと思って、そんなに強くアタックしていきなり弦落ちするような、そんなことは全くないので、十分使えるセッティングになってるかなと思います。で全部機能的にはね、本当にジャズマスターと全く一緒で、プリセットのものもついてますし、こういう感じでデザインなんかももう本当にそのまんまで、60年代風のミントグリーンのパーツもそのまんま、こういった感じで再現されております。こんな感じですね。はい、でこの絵に関してはこうちょっと暗めな感じの、なんていうんでしょうね、ちょっと焼けた感じを出したいのかなという雰囲気の、ダークな、これはキャンディアップルレッドですかね、ヘンダーレッド、そんな感じの色合いになってます。あんまり派手な派手しい、メタリックカラーではなくてちょっと落ち着いた色合いになってるんで、ド派手な感じが好きな人よりももうちょっと落ち着いたのがね、好きな人の方がにハマるかなという色合いですね。ヘンダーとかもうちょい派手なやつとかも中にありますからね。で、こんな感じで、ネック仕上げの方はもちろんフレットのあたりの仕上げなんかは当然バッカスなんでしっかりと全くこう引っかかりもないですし、非常に滑らかなフィンガリングができる感じかなと思いますね。現行のセッティングももちろんそうですし、フレットの仕上げですね、やっぱりね、そのあたりは本当にしっかりとやられてますんで大変弾きやすい状態に仕上がっております。でこのモデルに関しても今回これと、よいしょ、もう一色ですね、よいしょ、はい、こちらですね、オリンピックホワイトですね。こちらのモデルも全く一緒なんですけど色違いで、入荷しております。でオリンピックホワイトのモデルに関してはミントグリーンのパーツじゃなくてベッコ柄のピックガードに一応なってます。こんな感じですね。これはこれで渋くてかっこいいんで、なかなかちょっとね、ジャズマスターボディ自体は、ね、結構大きめなんで白だとなおさら大きく見えちゃったりするんですけども、このデザインはね、白ボディにベッコ柄のピックガードっていうのはすごく組み合わせとしてね、かっこいいんで昔からよく使われてますけれども、こういったデザインのものも今回入っております。こんな感じですね。はい、バッカス、ラインナップはね非常にいっぱいあって、この辺のモデルからもっと高いのからね、もうちょっと安いラインナップでいろいろ出てるんですけども、今回この辺のね、いわゆるスタンダードなトレディショナルな、ラインナップを中心に、ちょっとこちらの方に入荷いたしましたので、ストラとテレと合わせてこちらのジャズマスターモデルですね、こちらの方もぜひ
ご検討の方いただければなと思っております。ジャズマスター、なんだっけ、 BJM60 かのモデルになりますので、こちらもぜひご検討の方、お願いいたします。それでは、タンタンでした。